日常運動の食うたにようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。みなさんにちろ釧路のイワシ味噌煮を食べたいと思います。前に水煮は食べたことあるんですけど、今回は味噌煮ですね。味噌煮というとやっぱりサバのイメージがあるんですが、イワシだとまた違うのかな。それでは、はい、では中はこんな感じになってます。味噌の色がいいです。チャンネル登録よろしくお願いします。前日の水煮と同様、サバに比べたあっさりとした味わいで、味噌もそこまで強くはなかったんですね。なのであっさりと食べたい方はこちらの方がいいかもしれません。反対に旨味や D、いや、いわゆるオメガ3脂肪酸を求める方はサバの方がいいと思います。そこまでは好みですね。というわけでこちらの点数とさせていただく。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演武終焉。お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。